三重弁。三重弁は三重県で話されている日本語の方言の総称である。三重県のほとんどの地域の方言は近畿方言に属する。名古屋弁などが属する東海東山方言との境界は伊比川にあり、その東側にある桑名市急長島町、木曽崎町は尾張弁県である。愛知県と比較して三重県の方言は 京阪式アクセントや和行五段同士の右ォンビ断定所同士、やなどの近畿方言的特徴を有する。三重県は、東海三県として、愛知県、岐阜県と一括りにされることが多いが、言葉の上では違っていることは、伊勢の人によく自覚されている。しかし伊勢に見られる、イカる見せセル、ミサるセルや、言うて見えるのような敬語表現には、尾張からの影響が見られる。三重県は、 全体で一つの方言圏をなすわけではなく、大きく北三重方言と南三重方言に分かれ、その違いは大きい。北三重方言は、旧伊勢国北、中部及び旧伊賀国であり、南三重方言は、島、戸橋、島市及び、これより、南西に位置する伊勢南部と、旧紀の国に属する地域、東紀州である。方言学者の梅垣実は、近畿方言を中近畿方言。 北近畿方言、南近畿方言に分けており、北三重方言は中近畿方言に属するが、南三重方言は、紀州弁及び奥吉野方言と共に、南近畿方言に属する。北三重のアクセントは、典型的な軽半式アクセントであるが、南三重は、各種の珍しいアクセントが分布する。北三重は、敬語助動詞が、盛んに使われるのに対し南三重は、 文末助詞による敬語を使う。北三重では、進行型と完了形の区別をしないが、南三重では、区別する、などの違いがある。さらに、それぞれ以下のように区画される。この区画名は、以下の説明でも用いる。北三重と南三重の境界、北、中伊勢方言と島、南伊勢方言の境界は、伊勢市と戸橋の境界から、伊勢市南部。 渡来群中部を横断し、滝群の南京を通るものと考えられる。したがって、南伊勢方言に当てはまるのはほぼ、南伊勢町のみ。島、南伊勢は、北三重と、南三重の中間的方言である。伊賀は、歴史的に京阪からの影響が強く、県内で最も、京阪方言に近い方言である。伊勢と伊賀の間には、布引き山地があるため境界が明瞭であるが、 伊勢と島の方言境界はそれほどはっきりしてない。北、中伊勢は伊勢平野が明けているため内部の方言差は生じにくいが、島、南伊勢は漁村としての性格から、それぞれの集落に独特の方言が見られる。また島には古い表現の残存が多く見られる。北室方言は、大和瀬市及び北室郡、渡来郡に編入された大気長金を含むの、 方言であり、南室方言は、熊野市及び、南室郡の方言である。南室方言では、生物の存在にも、おるではなく、あるを使うなど、和歌山県の方言とつながりが深い。音韻体系、音声特徴は、他の近畿方言と共通しており、共通語と大きな違いはない。母音は、丁寧に発音され、無声化は起こらない。か、 日知などの一音節後は超音化する傾向や、学校、学校、過去、過去のように、お断超音が短くなる現象も、他の近畿方言と同様、認められる。伝統的な映画方言では、AI 連母音が融合して、あえ、または、あ、いと発音される、れ、たえ、たい、あかえ、あかい。島の島々、坂手島、東志島、菅島、上島など、 や南室の一部は、連合院、AI、UI、大いに融合が見られることがある。それ以外の三重県内では融合しない。また、連合院、家は、E に変化することがあり、三重変、名変のように、動詞の場合は、県全域で起こり、南三重では、名詞でも変化が見られる。座行打行ら行の混同は、和歌山県で著しいが、三重県でも、島から、 室の高齢層を中心に聞かれる。羅行音の発音化、即音化や、死因脱落は、あんのに、あるのに、振ってっさけ、振ってるから、吸うな、つるななど、広く見られる。島では、剣が、毛が、んげ、ひげのように、画行の前に、規則的に、んが現れる地区がある。微濁音が、痕跡的に残ったものと考えられる。南の高齢層には、せ、 ゼの発音として、シェ、ジェが残っている。合揚音、クワ、グワは、現代の三重県では聞かれない。県内支流のアクセントは、他の近畿方言と同様に、京阪式アクセントである。これは、クワナ市内を南北に流れる伊ビ川の西側に分布する。対して伊ビ川の東側は、岐阜、愛知方言形の内は東京式アクセントである。この明確な違いは、 1930年に、言語学者の服部志郎により発見された。しかし、桑名市島の北勢地域では、名古屋市島のベッドタウン化が進んでおり、東京式アクセント和社の流入も盛んである。そのため、以前よりはその違いが明瞭でなくなってきている。伊勢、伊賀、島の京阪式アクセントは、近畿中央部のものに近い。ただ伊勢、島では、京阪で、 低抵抗型に言う、起きる、立てるの類、三拍一段同士、第二類を低高低型で言う。大気長近異難の北室、南室には、軽半式アクセントの編集や、軽半式とは違う各種のアクセントがあり、複雑に分布している、詳細は、奇襲弁アクセント及び、日本語の方言のアクセント形式及び類似の、小アクセントを参照。熊野市の参観部は、 奈良県南部と連続する形で東京式アクセントとなっている。三重県で見られる動詞の活用型を示す。タイの後に各活用型につく代表的な助動詞を載せる。二段活用の動詞は三重県にはない。死ぬる、犬るという名行変核活用は伊賀にある。連用形の音便では、泡行五段で、交多のように、う音便を起こす。 歌う、洗うのように三音節以上の語では、うとうた、うとた、あろうた、あろたのように単音化する傾向が京阪と同様に、ある。作業横断は、島などの南三重では、大田、出したのような四瓶が聞かれ、大気町近畜では、大佐のように、四瓶化とともに、S を次の白に送っている。島の先島半島、旧島町には、画行発音瓶、魔行場行の音瓶もある。例 こんだこいだ、のうだのんだ、あそどるあそんどる。以外や南三重では、五段同士以外に、たい、もてなどがつくとき、見たい、みたい、しーもて、しながらのように音が伸びる場合がある。家庭型は、全県で、かきゃ、みりゃのような融合型と、かいたら、みたらのような、たら形を併用している。京阪で、たら型の勢力が非常に強いことと比べると、三重県では、 融合型もかなり使われるが、伊賀や伊勢の京阪に近い地域ではたらに変わりつつある。桑名市、四日市市や島市なきりでは、かか、宮や、キや、シやの形も使い、桑名、四日市では、瀬やも使い、名古屋便に似る。形容詞の連用型には、うォン便を使うが、あこない、あこない、イ、ホシュウナイ、ない、ュナイ,ナ,イナイ、シロウナイ、ナイのように単音化した形を、 ほぼ全県で使う。五冠末が、アダンの場合は、赤ないのように五冠のままの形もあり、中年層以下でよく使うようになっている。室では、アッコなるのように即音を入れた形が優勢である。南三重では、普通の修士型にも、アーカイ、タッカイのような即音、超音の入った形を使う。また北、中医生、伊賀では、京阪同様、赤いことないのような形を使う。 家庭型は赤かったらのようなパラカたちが優勢だが赤ケリアの形も使い赤ケラとなる地域もある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。